鳩山町東出張所付近鳩山ニュータウンとは埼玉県引群鳩山町にあるニュータウンである。行政上の地名としては楓ヶが丘、鳩が丘、松が丘。1971年から日本新都市開発によって岩戸の丘陵に東京のベッドタウンとして開発され、1974年から1997年にかけて分譲された。 人口7263人、世帯数3252の町である。山間部に造成された南部を除きほとんど平らな地形で構成され、1970年代に分譲された南東側、1980年代に分譲された西側、そして1990年頃の最終期に高級住宅として販売された松陰坂地区の3時代にわたる段階的な 開発地区に分類される。管理会社の後継会社は、ホームライフ管理株式会社。近年、分譲開始から45年以上が経ち、65歳以上の高齢者が住民に占める比率は2015年時点で44%になっている。2000年に9979人と1万人、近かった人口は2040年に 約5100人へ減少すると予測されている。東ニュータウンのように、ほとんどが分譲された持ち家住宅で占められる場合は、住民の入れ替わりが少なく空き物件が出にくいため、家族の子供が独立すれば人口は減少していくので、世代が入れ替わる時期まで人口が減り続けるのが一般的だが、近年は空き家問題も生じつつある。これは、鳩山ニュータウンは山間部にあることから、 ニュータウン内へ行くには、路線バスや自動車等以外でのアクセスが難しく、周辺で駅までのアクセスが良いニュータウンの造成が、いくつも行われたことにより、ニーズがそちらに移ってしまっている問題や、鳩山町には、駅がなく、不動産物件をまとめて扱う事業者がいない、状況であることから流通が停滞していることなどが、挙げられる。しかし、最寄り駅である、 東松山市の高坂駅周辺は2019年度に地下工事前年比6.0%の地下上昇して埼玉県内2位の上げ幅を記録するなどこの辺の地域に需要がないわけではなくこのような状況を踏まえて鳩山町では国土交通省の都市再構築戦略事業を活用し2015年度から都市再生整備計画に取り組んでいる地図鳩山ニュータウン内には 鉄道駅はなく、東隣の東松山市に所在する、高坂駅と路線バスで結ばれている。バスの本数は多く、アクセスの良い環境にある。また、鳩山ニュータウン内には、鳩山町内循環バスの停留所が多数存在し、鳩山町民に限らず利用できる。ありがとうございます。